こんにちはったらこんにちは、いずもです。今週は ADC を使ってみます。後半では Arduino IDE のシリアルプロットというのを使って AD の結果をグラフで見るというのもやってみます。では資料を見ていきましょう。主婦に教えるマイコンプログラミング12限目。 ADC を動かして Arduino IDE で RC の時点数を確認するというお話です。ADC とは何かということで AI に聞いてみました。聞いてみたのは Google のジェミニです。ちょっと読んでみましょうか。ADC は AD コンバーターの略で、アナログトゥデジタルコンバーターの英語表記から取られています。これはアナログ信号をデジタル信号に変換する装置です。ADC の役割、身の回りには温度、湿度、音、光など様々なアナログ信号が存在します。これらの信号はコンピューターなどのデジタル機器で処理するにはデジタル信号に変換する必要があります。そこで ADC が活躍します。 ADC はアナログ信号を一定間隔でサンプリングし、各サンプル値をデジタル値に変換します。デジタル値は0と1の組み合わせで表せます。だそうです。身の回りのリアルなアナログと仮想的なデジタルの世界の仲立ちをするのが ADC というわけです。 Arduino には 10bit の ADC が1つ積んであります。その1つの ADC には6本のポートがつながっていて、切り替えて使います。 AD につながっているポートはこれです。 10bit ということは、ある電圧の幅を1024段階のステップに分割して表現します。Arduino の AD の場合は0から 5V を0から1023の整数で表します。今回もブレッドボードを使います。回路はこうです。この通りブレッドボード上に組んでください。回路で使っていた100マイクロファットのコンデンサですが、マイナスのマークはこうやって書いてあります。こっちをグランドにつないでください。それでは組み立てていきましょう。これは10kΩの抵抗です。1本は横に、1本はグランドからつなぎます。同じようにつなぎます。で、これは100マイクロファラットのコンデンサです。向きがあります。グラウンドの向きを間違えないように気をつけてください。これは1キロオームの抵抗です。これを横向けにつなぎます。部品の配置はこれで終わりです。ブレッドボードとArduinoをつないでいきます。いつものようにグラウンドからつなぎます。5V ラインをつなぎます。右の抵抗の端です。次は 3.3V です。真ん中の抵抗につなぎます。次は2番ピンを左端の抵抗につなぎます。最後は A0 ピンにワイヤーをつないでおきます。あとでこれを測定ポイントにつなぎます。これで準備は完了です。配線はこんな感じです。回路図と一致しているかよく確認してください。赤丸は後で AD するポイントになります。A0 端子の電圧を AD するプログラムがこれになります。セットアップでピンの設定をしています。A0 端子を入力に設定しています。あとはシリアル出力の設定もしています。ループの中で A0 端子の電圧を読み取って、int のアナログバリューという変数に代入しています。フロートのボルテージという変数を宣言しています。
AD の値を電圧に変える計算をして代入しています。計算の内容わかりますかね。 5V を1024段階に割って AD 値をかけています。まあこういうことにしておいてください。これで AD 変換の値が実際の電圧値になります。この丸印が今回測定してみるポイントになります。5ページ目の写真でも丸印をつけておきました。順番に AD してみましょう。各ポイントを AD するとこんな感じで結果が得られるはずです。 A ポイントは 3.3V、 B ポイントは 5V です。 C ポイントは 3.3V の抵抗分割で 1.65V、 D ポイントは 5V の2分割で 2.5V です。 E ポイントはグランドなので当然 0V ですね。 F ポイントは後で使います。ではやってみてください。各ポイントを AD してみましょう。まずはポイント A です。電圧は 3.3V、 AD 値は677ですね。次がポイント B。 電圧は 5V、 AD 値は1023です。次はポイント C。 3.3V の半分の電圧が出てくるはずです。電圧は 1.65V になっていますね。 AD 値は337になっています。お次はポイント D。 5V の半分です。電圧は 2.5V、 AD 値は511です。最後はポイント E、 グランドです。当然 0V、 AD 値も0です。予定通りの値を選びましたか？リアルから仮想世界へのゲートがこれです。では次に Arduino IDE のシリアルプロッタという機能を試してみます。シリアルプロッタというのはシリアル通信で送ってきた数値をグラフにして見せてくれる機能です。前はなかったと思うんですけどね。いつの間にか実装されていました。2番ピンからハイローの信号を出して1キロの抵抗と100マイクロファラットのコンデンサで丸めてその波形を見てみましょう。この回路の時定数は100ミリセックになります。5タウでほぼ上限まで行きますので500ミリセックでゴールにたどり着きます。こんな形になるはずです。さっき組み立てたブレッドボード上に未測定のポイントが一つ残ってましたね。ポイント F、 そこを使います。プログラムはこうなります。 AD 変換を繰り返しながら何回かおきに2番ピンをハイにしたりローにしたりします。 int でカウントという変数を用意します。これで AD 変換の回数を数えます。25回数えたら2番ピンをハイにして、50回目で2番ピンをローにしてカウントを0に戻します。50回の AD 変換周期の中で、前ハイの25回は2番ピンがロー、残りの25回は2番ピンがハイになるというわけです。1回 AD するたびに 20ms お休みするので、20ms×25 回で 500ms おきにハイとローを繰り返すことになります。それでは実際にやってみましょう。 Arduino IDE には先ほどのプログラムが入っていて、すでに書き込んであります。まずは2番ピンの出力を見てみます。ここですね。 A0 端子は2番ピンのところに挿してあります。このツールメニューのシリアルプロッタを選びますとウィンドウが出てきます。こんな感じです。500ms おきにハイとローを繰り返していることがわかります。1秒で往復ですね。では次に F ポイントを見てみましょう。先ほどの四角い波が騙されています。ノコギリみたいな波形になっています。こ
これが RC の地点数で丸められた波になります。ちょっと面白いでしょ。オシロスコープみたいですよね。さて今週の課題です。回路の中に1キロオームの抵抗が差してありますけど、これを例えば2キロオームとかにして時計がどうなるか確認してみてください。抵抗を大きくすれば地点数は伸びます。小さくすれば短くなります。時計がどうなるか予想して試してみましょう。はい、今週は ADC を動かして電圧を測ったり RC の時点数をグラフにしたりしてみました。AD を使うと電圧とかのアナログ量をデジタルな数字にすることができることが分かりました。 CR プロッターを使うとその動きを目で見ることができるので分かりやすいですね。電子工作でも簡易的なお城の代わりにできそうです。ではここまでご視聴ありがとうございました。この動画ちょっとでもためになったなぁと感じていただけましたら高評価ボタンなど押していただけると嬉しいです。このチャンネルではこういうプログラミング教室だとか電子工作だとかをやっていますので興味が湧きましたらぜひチャンネル登録をお願いします。次は電子工作やります。ではまた次回よろしくお願いします。